listening to Shibuya Cross FM。 今月もお届けしたいと思います。業界、あらゆる業界のですねモンスターを呼んでですねトークを繰り広げるモンスターモンスターという番組になります。編集者の伊藤直樹とクリエイティブディレクターの辻麻子と申します。よろしくお願いします。お送りします。モンスターモンスター、よろしくお願いします。今日のゲストはなんと、はい、とんでもないモンスターを連れてきていただきましてですね、私が知ってる一番のモンスターだなだと思い、はい、見た目も中身もとんでもないということでとてもワクワクしているんですけども、はい、ちょっとご紹介の方を、はい、辻さんからお願いできますでしょうか。はい、株式会社おくりバントの、社長をされている高山洋平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも高山です。ちなみにツイッターのプロフィールには日本の経営者スペースカウボーイとありますが、はい、スペースカウボーイっていうのは何なんでしょうか。スペースカウボーイっていうのはこのコロナ中暇だったんですよ。はい、はい、で仕事もほらなくなったのね、広告屋で、はいはい、で最初ちょっとうじうじしたんだけどもう諦めてなんか遊ぼうっつって遊んだの、はい、で遊ぶことにしてでゲームとかずっとやってたのファミコンとか、はいはい、で一緒にやってたやつがこんなのずっとやっちゃダメだよっつって、うん、なんかやろうよっつって、はいはい、俺映画撮るわっつったからよし撮ろうとか言って突然の、はい、でそっからずっとあのSF 映画をずっと毎日撮ってた。部屋で撮る SF 映画、そうあれ追ってました。うん、最高だった。意外と気になっちゃうんですよね、うん、毎日ね。だからね、ああいうのがで、ほらああいうさ、最初から置いてってるじゃない、はいはい、全員、はい、だから、俺もなんていうの舐められたくなかったって、はいはい、そのコロナ中にあ何もしてない、うじうじしてないぞっていうふうに舐められたくなかったから、もう全員置いていこうっつって、うん、むしろ振り切って行こうと俺だけ飛んでいくぞと。そう、それでいろんなほら昔の映画とかのオマージュとかをバンバン入れながら、なるほど、うん、作って要は遊んでたの、あれで。本職で言うとクリエイティブディレクターという職業になるんですかね。まあ、でもいろいろやってて、はいはい、そのやる時もあるし、なんていうの、そのクリエイティブディレクターを雇う時も、はい、あ、あるんですか。もちろんある。で、本当いろんなその空いてるところに入れてもらうみたいな。なるほど。領域的に言うと広告がメインです。そうです。で、ただほら企画とか営業とかは、はいはい、あのまあ、チームがあるんだけど、まあ、そこでやって、はい、なるほど、はい、売りに行って。なるほど、はい、営業スタイルがやばいっていう噂を聞いたことがあるんですけど逸話を。まあいろんなスタイルをその、はい、もともと僕はその不動産の新卒で入ったのが22とかに入った会社が不動産なんですよ、はい、そのほら電話営業ゴリゴリに新規でかけて、そう、新規でかけていくって1日500本とかかけて100人と話すみたいな、そういう商売なのよ、ね、はいはい、で1日1人アポが1本取れたら優秀だと言われてる世界。へ、だからもう全部いらないいらないいらないっていう、うん、売る不動産ですか。売る不動産、東証のワンルームマンションを売る。へ、会社に電話かけたり家に電話かけたりして売るんだよ、まあ、本当にあれじゃん、すごく迷惑なやつあるじゃん、よく。いやですよね、はい、あれかかってくるの、かかってくるんでしょ、はい、あれの出身です。あれ、あれでも買う人いるんですね。だからそこの、はい、あれを売るってすごいことだからね。確かに最強の営業ですよね。だからなんて言うんだろう、もうガムテープぐるぐるはもちろんそうだし、休みなんてなくて。ガムテープぐるぐるってなんですか。電話にこうやってガムテープぐるぐる巻くて、手を外させない、手に外させない、やば、もうバカみたいでしょ。で頭とかにも、こっかだよ、ここに手だけじゃ飽き足らず、あ、これ頭にこうやってくるくる巻いて、この状況でアポが取れなかったらこの受話器のこれ抜いて、はい、ちょっとおしゃれなイタリアンとかに行かされたりするの。やばいですね。やばいでしょ。それが新卒ですか。もう新卒の時とかそういう修羅じゃないですか。修羅だよ。はー、だから卒業見込みも何もなくて、はいはい、なんていうの、就職活動なんかできなかったの、うんうんうん、あのもうその俺も地方のエフランなんですの出身なんだけど、それでもなんていうの、卒業見込みもないの、単位がないから、
なるほど。で卒業見込みじゃなくて就職できるところってほとんどないのね、うん、で、あった選択肢がずっとそれ飲み屋で働いてたから、バイトしてたから、はいはい、飲み屋でそのままやるか、はい、あと今そのかみさんのがその俺と付き合ってる、二十歳から付き合ってるから、その二十歳の時に、二十歳から付き合ってる、あ、そうそう、で、養豚場を経営したんだよ、お父さんが。養豚場、養豚場、豚屋。キャラ濃いっすね、また、うん、そこに行くかっていう、すごいっすね。で、もう一個、その一応受けようとかって、うん、先物取引とか、はいはい、まあ、俗に言う、もう今で言うとドブラック企業、はいはい、うん、そこしか入れなくて、そこに入っちゃったの。なるほど、うん、ちなみに今これ聞いている人のために一応言葉でお伝えすると、高山さんは身長おいくつですか？173。結構大きくて、ガタイも良くて、あ、失礼ながら体重とか聞いてもいいですか？体重は、ね、ほら今108キロからダイエットして、はい、今95キロ、6キロくらい、うん、めっちゃ減りましたね。減ったん、減ったんですけど、結構こうがっつりしてる感じの体型の方で、かつなぜかネックレスに USB をつけた、ね、あの民族衣装みたいなアクセサリーを今つけていらっしゃって、はいはい、なぜかアサヒスーパードライのポロシャツを着ているという。そうですね。で、ズボンはバドワイザーっていう。で、これ髪型はアフロという括りになるんですか？まあ、アフロですね、アフロに、うん、アフロでサングラスでヒゲがめっちゃ生えているっていう、結構見た目からも濃い方です。うん、まあ、言語で説明するの難しい。いろいろなって、すぐになったわけではない、うよ曲折があり、バドワイザーに行き着いたと。バドワイザーに行き着いた。いや、でもツイッター、高山さんすごい面白いから、うん、すごいツイッターで見かけましたみたいな人多いんじゃないですか？多いですよね。そうそう、声かけられません、街で。そう、だからもう目立ちますよね。目立つじゃないですか。はい、はい、声をかけられます。あ、送りバントの高山さんですか？そう、ってそれがたまにね、はいはい、家族で、あの神さんとこの子供2人とね、はい、例えばじゃあ高円寺なんですよ、映画、はい、と中野の間に住んでるんですけど、高円寺駅とかでね、たまに、はい、これ高円寺とかいそうじゃん、はいはい、俺、ぽいですよね、ぽい人とか、はい、同じような雰囲気の、はい、で、とかで、たまになんかすごいね、綺麗なあの人が、はい、本当に、高山さんみたいですか、はいはい、ちょっと写真撮らせてくださいとかって、子供とか神さんの前でやってくれてるから、あ、すごいですね。パパは、なんなんみたいな一番ビビったのは、はいはい、川崎のコストコ行ったのね、はいはいコストコって、まあ、楽しいんですけど、はいはい、コストコの話もずっとしたいですけど、はいはい、コストコ、はい、コストコにテーマを変えるかもしれないですね、後半、まあ、とか、まあ、よりもジローの話とかもっと、あ、まあ、ジローね、まあ、コストコ行って、はい、で、帰りにお風呂の国、そのサウナ、はいはい、そのスーパー銭湯みたいなのがあって、はいはい、ちょっとスーパー銭湯みんなでせっかくだから行こうかって、はいはい、川崎、まあ、いいのがあるの、はい、そこ行ったら、あの普通に入ってったら熱波師っているじゃん、はい、あの熱波師、あ、はいはい、あの熱波をする、あ、煽る人、煽る人、はい、タオルで、あの女の人なんだけど、はい、その熱波師、おくりバントの高山さんですか、サウナで、サウナでだよ、ちょっと気まずいじゃないですか。でもさ、なんかさ、確かに USB もつけてないわけですよね、サウナだから、うん、サウナって違う、あの入り口のところだから、そう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 、そう、ね、それで家族にはさ、で終わった後ご飯食べてんじゃん、はいはい、写真撮らせてください、はいはい、お食事中にとか、全然全然とか、あれパパすごい、そっから帰り、川崎からうちまで車で1時間なんだけど、はいはい、1時間ずっと自慢見たかと、見たかパパの凄さ見たかと、もう飽きたみたいなもういいやみたいな、しつこいって芸能人ばりですね。確かに、いや、それはもうたまたまですよ。キャラクターっぽいですもんね、なんかこう、したかもしれないですけど、ちょっとフィクションっぽいっていうか、うん、そうそう、このスタイルに行き着くまでに、その電話ガムテープぐるぐる時代があり、オールバックの、うんうんうん、オールバックのダブルのスーツ時代ですよ、はいはい、あ、ちゃんとっていうか、ごめんなさい、ちょっと失礼ですね、うん、ちゃんとした不動産屋を俺は分かってる、うん、ダサいの分かってるんだよ、うん、あの、はいはい、そんなのがかっこいいわけないんだよ、その、はい、その当時から、はい、だけどやっぱし不動産屋だったら一度はやってジェラルミンのケースを持って、はいはい、ダブルのスーツを着て、はいはい、ヒトのネクタイをはめて、はい、で、一個後悔してるのがロレックス買わなかったんですよ。あ、で、それが新卒で、新卒何年ぐらいまでやってたの？5年、はい、5年、あ、結構長いんですね。5年不動産屋そこにいるって、トイレ行くのに許可が必要なんだよ。やば、すごいですね、精神的にこう持ってかれなかった。だから持ってかれるんです、もちろん。で、売れてる、例えば、はいはい、3ヶ月連続で売ると主任になるの、最初に、うん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 、で、
3ヶ月連続で落ちて降格するの、うん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 、主任と平社員だと給料が違うし、あと、うん、売れてるところは歩合があるじゃん、うん、だから若い時に月100万とかもらうの、うん、すごい、うん、まあ売れてれば、でも売れてなかったら地獄よ、はい、休みももちろんないし、うんうん、でも俺はそんなの嫌だったのずっと、はいはい、そんなの入社したその日から、うん、入社式ってみんなタバコ吸いながらパチパチパチとかやってでなんかあの棒グラフとかあってさ、はいはい、入社初日に辞めたいよ俺だって、うん、けどまあせっかくちょっとこういうとこ行ったから、でこの後のキャリアもさ、はい、だってさ別に大したことないじゃん、エフラン出てさ、うん、不動産で売れてた、うん、だからやっぱりその時に考えたのは、もうここはもういいキャリアのチャンスだと、はいはい、そこ5年間ほらトイレに行くのに許可がいるようなところにさ5年間入れるって、それはそれでさタフさ半端じゃないですもんね、タフな感じはするし、うん、っていうぐらいしか生き残る道がなかったの、今考えれば。でただ俺もそんな仕事やりたくないから、いつも夜中とかにかけたりするの嫌じゃん、はい、帰りたいじゃん、はい、だから、ずっとその当時その名簿で書けんだけど、はいはい、中曽根元総理いるじゃん、はい、中曽根元総理の群馬県の名簿があったら群馬県なんだけど、はいはい、中曽根元総理とかに夜に電話して、へー、で電話番号とかあるんですか、うん、載ってたんだよ、当時は載ってたの、へー、その個人情報とか、はいはい、まだそんな厳しくない時だったんだろうね、はい、で載ってて中曽根とかにさんとかに毎日かけてやばいっすね、でもうこれはもうロビー活動っていうか、はい、そのもうこれはねこういうブラック企業の惨状を本当にしてほしかったの、はいはい、ああそう自分の思いを訴えてたわけですね、告発に近いというか、そう告発に近い営業告発営業それ困ってるんだ助けてくれとっていうのをちゃんと営業するとか、なるほど、みたいなので、だからほらブラック企業よくそういう会社にいたから、俺が推奨してるかっていうかさ、あの気合だ根性だとかいうのは、うんはいはい、そうかって俺はそうじゃなくて、うん、ほら被害者のほらそのブラック企業最後の要は戦ってたブラック企業を撲滅した、はいはい、最後の砦そうをちゃんと実践してた人なの、なるほど、うん、そういうことしてたみんなで、だっておかしいに決まってんじゃん、うん、っていうのが5年間あったと、うん、でそこから何があったんですか、そうどうなったらこうなるかっていう、そう気になりますよね、でそんでもうずっと僕で18歳ぐらいから35ぐらいまで俺映画を見ない日がなかったの、おだから年間では300本ぐらいは絶対見てるの、毎日毎日もちろん同じのもんも見てますよ、うん、だけど好きで、もともと好きなの、そうでゲームとかも好きなの、はいはい、で漫画も好きなの、はいはい、でそういうのがもう、うん、で広告も好きなの、その CM とか見るのも、はい、だから そっちにもうエンタメにでこんだけやったから満を持して、で多分映画の営業マンとかここまで辛いわけないじゃん、はい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 、もう一番くじを舐めていると、うん、だからその営業力というところとこんだけ耐えられると、はいうん、でほら別に売るもんが違くてもなんていうの基本は一緒じゃん、型は一緒ですよね、うん、型は一緒じゃん、だから映画会社とかやっぱ受けたんですけど、はい、どこも入れてくれないんですよ、へもちろんでね、日本当時90何社ぐらい出てきて、はい、一個一個電話したの、電話とか例のあれでで、3カ所だけ履歴書送っていいって言われて、で、全部ダメだった、でその時映画の媒体とかどんどん、はい、配給会社から媒体とかどんどん下げてって、でよく当時ほらIT で、はいはい、あのガラケー時代になんかさ3人ぐらいでやってるようなさなんか映画のサイトとかあったじゃん、有料300円とか、はい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 、ああいう会社とかしかないかと思って、うん、まあいいや、まあ、IT だしなっつって、まあ、行こうっつって、うんうん、でそういうとこ行こうとしてたらアドウェイズできたの、はー、ちょうど上場したの、出会ったの、で岡村社長が、はい、あの岡村社長も本当もうむしろ俺なんて全然古文の古文だから、うん、あのレベルが違うんですけど、まあ、岡村社長がねもともとボリバリの営業マンだったの岡村さんも、はいはい、っていうのは知ってて、であの逆境ラインっていうすごいバカみたいな映画が好きなの、はいはい、逆境ラインってなんか、うん、なんかね簡単に言うと変なギャグ野球漫画なんだけど、はいはい、最初9回になんか120何対0とかで負けてるのを、はい、全部挽回するみたいな、はいはい、しかももう全員いなくなって一人でやるみたいな、みたいなバカな熱血なやつが好きだったから、ああもう入れんじゃん、そしたら岡村さんに会えれば、あ、うん、同じですっていうことだから、うん、あの
でそれでアドレスに潜り込めて、はいはい、岡村さんがもうそれが好きだった。そう好きだったからで営業会社出身じゃん、はいはい、行けるとで分かってんだよ岡村さんもそこは、はいはい、その営業会社そこまで話せば分かるから、はいはい、っていうのがあったからもうそこでバッチリ入れたの、うん、潜り込めちゃったの。最初は社員で入ったんですか。もちろんもちろん。あ、なるほど。だって岡村さんがあの当時はその面接にも出てたの社長が。何人ぐらいの規模の時ですか、うん、アドレスが200人ぐらい。はあ、うんうんうん、ちょうど上場した後で、はい、今って何人ぐらいいるんですか。まあ、600人とかじゃないかな。すごいですね。一時1200人とかいたと思うと海外でたくさんあった時、うん、はあ、まあ、それでアドウェイズ入ってでほら電話は得意、はい、英語得意じゃん、はい、だからもうすごかったよ初日に営業だからアポがアポを取るじゃん、はいはい、当時は取るんで電話でだけど1日10本とか取れて。あ、でも簡単じゃん、もうえ断れないって。あ、一応企業にかけたら聞いてくるんじゃないですか。あ、確かにガチャガチャとかないから、うん、確かに前提が違うから、うん、あ、こんなにだからアポ取れればさ決まんじゃん、はいはい、でやり方一緒だからで、まあ売ってた売れてたの、はいはい、で営業マンとしてそので広告屋としてのキャリアスタート。はあ、でその時にどんどん、はいはい、最初ラプルのスーツ一応着て、はいはい、その、うん、初日だけね、初日だけね、あのやっぱ、はいはい、舐められないようにさ、はいはい、まあ、そこからもどんどん変わっていって楽になっていって、うん、なんて言うんだろう、普通のスーツになってから、はい、なんていうの、ネクタイとかはめなくてよくなったじゃん、うん、っていうあの時の時代だから、クールビズとかの、うん、クールビズとかの時代だからそうなっていって、で、まあでね、中国に駐在することになったんだよ。お急にまた急にまたストーリーが、あ、っていうのはずっと俺行きたくて、はいはい、で中国って、その当時あったのね、はいはい、で死者があったけども中国語も喋れないしさ、はいはい、であれもなんか英語も喋れないの、はいはい、だからないじゃん普通はみたいな、はい、だけどじゃあ日本語を喋れてね、日本語を喋れる人がじゃあ全員営業できますかと、まあ、そうですね、そういうことじゃないと。で俺はその中国のずっと映画見てたから、はいはい、中国の映画とか中国ラップとか、はいはい、歌謡曲とかに実は詳しいのよすごく、はいはい、あと三国志とかそういう あっちの映画の影響でとか漫画とかの影響で、はいはい、でほらおいしん坊とか見てるからさ、中華料理とか、はいはい、おいしん坊からすぶってファッチューチョンとか分かるわけだよ、うんうんうん、っていうのが、はいはい、最初ほらカルチャーが分かってるわけじゃん。あ、確かに。だから文化から入ると、そう文化から入るから大丈夫だみたいなので説得して、はいはい、そこで説得しきれるのもすごいですね。それで一回行けってなったの。はいはい、あの一回行けってなって、うん、で出張で行ったの、はいはい、1週間。そしたらたまたま売れたんだよ、うん、でどうやって営業したかっていうと、当時その日系企業しかないじゃん、はいはい、その日系企業しか俺行けないじゃん、日本語喋れないから、はい、日本人しか会えないから、で日系企業に電話するので、そういう中国人の人が出るじゃん、はいはい、で普通だったら電話って中国だったらウェイニーハオと、はいはい、ウォーシーガオシャンと、私は喋れるじゃないですか、うんうん、よしよし喋れるようになったの、はい、で広告の提案をしたいから、はいはい、お宅の社長に代わってくれと、はい、中国で伝えるじゃん、はい、そしたらさ大体受付でブラックされるじゃん、はいはい、っていうのが分かってたの、その、うんうん、だから過去の経験でさ飛び込みはね、そうですよね。だからずっと日本語で話してるの、かけて、すいません高山ですとかって、喋れない、はい、すいません社長総経理って言うんだけど、まあ、総経理ぐらい、総経理お願いしますみたいな、はいはい、そう言ってると本社からさ、もしかしたら偉い人が電話かけてきたかもしれないじゃないじゃん、日系企業だからですね、うん、だからそこで中国、要は日本語喋れる人はすぐバレちゃうけど、うん、結構喋れない人もたくさんいるから、出た人で、そうなるともうもしそれ切っちゃったら大変じゃない、うん、だからそれでやってたらアポは取れてたよ、うん、それは取れて、それでまあまあいろいろあって駐在しようっつって、それもね4年半行ったよ。4年半、まあ5年ぐらい行った、ほぼ、うん、楽しかったよ。でしばらくその間も服は、はどんどんそこでどんどん楽になってくるの、中国って、みんなも楽だから、はい、まあ、まだ USB はついてない、ついてもちろんついてない、全然ついてない、全然ついてない時代、サングラスもまだってこと。サングラスはまあつけてました。ギリギリ、ギリギリ中国時代から。中国とか外行くときってやっぱサングラスかけるんだよね。久しぶりに目を見た気がします。あ、本当？そうだ、かけるから、はい、超かけてて、その時
でたまに年に1回ぐらい日本に帰った時にね、はい、たまたまだよ、はい、あのまあ、その時も結構楽なのよ、うん、たまたま群馬の古着屋、うん、群馬のさ地方に、うん、あのロード沿いにあるさ、うん、1キロ100円で買い取りますみたいな、でなお柔道着とかは買い取れませんみたいな、はい、で300円で売ってるみたいな店あるんで、はいはい、ありますあります。でそこが行ってて、はい、そしたらすごい花柄の、うん、やばいシャツがあったの、はいはい、これだと思って、そっからド派手な、でずっと花柄だったの、そっから5年間、もう極端ですね。ずっと俺は花柄だと、そう7ぐらいまで5年間ずっと花柄、うん、だから花柄のオーダーメイドをしたりとか、だから花柄の変なアンティークのやつ買ったりとか、もういろんな仕入れ中野の古着屋から、はい、その群馬行ったりとか地方の古着屋から、それこそメルカリから、はいはい、ヤフオクからもう全部ひたすら日本中の花柄を集める、花柄で、かつ俺108キロあったわけだから、着れる服すだから XXL とかの XL とかないから、そうですよね。だからあの普通にね、普通の体型の人がおしゃれするって超簡単だから、確かにやっぱそうですよね。すごいね、デブがするのはね本当に難易度高いんだよ。それちょっと聞いたことが、今日たまたまなんかカロリーっていうブランドをツイッター見てされてきて、なんか太ってる人専門ブランドみたいなやつで、確かにと思って、うん、そうですよね。ジェンダーとかで言うとこうダイバーシティとか言われてますけど、そうそう、体型って確かになと、うん、だからすごく探すの大変で、はいはい、でもたまにその古着屋とかで行くと、うん、例えば北欧の、例えばスイスとかの、はいはい、なんか聞いたこともないブランドが、とかの、はい、すごいでかい、はい、カーディガンとかあるんだけど、うん、女性用なの。要は海外、まさにそう、確かにあのね、あこういうのも作ってんだみたいな、うん、こんなおしゃれなさビッグサイズ用のやつがあるんだ、しかも女性用とかにもあるんだとかさ、うん、結構ね性別とはみたいになってきますよ ね。ちなみにごめんなさい、すっごい月並みな質問なんですけど、はい、結構世の中で多くの人がこう人の目を気にして自分らしくいれないみたいな悩んでる人めっちゃいると思うんですけど、うんはい、どうやって突破してるんですか、そういうの。もう俺は好きなもんをどんどん着て気にしなかった。みんなからおかしいって言われたけど、でもかっこいいっていう人もいたから、あで俺はかっこいいと思ってたから、うん、なんとかで、はい、でもやっていくうちにどんどんそのね着こなせるようになったは、最初は着こなせないじゃん、最初は、はいはい、でもさ、あのこれだって、この USB ネックレスさって悪いけど、いきなし今日つけたらこんな堂々としてらんないよ、うん、大丈夫かな、大丈夫かなと思うよ。あ確かに、もうこれが俺だと。でも、なんていうの、その花柄の5年間が多分そうさせたんだと思う。あで、いつも花柄ですね、派手ですよねって、うんはいはい、で、なってからたまたまね、今度は古着屋で、あれを見つけたの。見つけたと目に入ったのが、キャプテンサンタって知ってる？わかります？なんすか？キャプテンサンタってサンタ、変なサンタが書いてあって、はい、俺が子供の時、要は42歳だから、はい、まあ30年とか前とかに、近所の工務店のおっちゃんと、あの、うん、工務店の社長とかが着るような、はい、本当にダサいなってずっと思ってたの。はいはい、キャプテンサンタっていう、わかんないですよね。あの、はい、まあでも有名よ。はい、ブランドですか？ブランド、昔からあるブランド。キャプテンサンタ。例えばグ、あの要はさ、おじさんが着てるダサいもんってあるじゃん。はいはい。あれが本当に子供の時は分かんなかったけどさ、どんどん年取って分かってくるって、はいはい、本当にダサいのかなと思って、うんうん、これやっぱ着こなせないかなと思ったの。これありますね。あったでしょ？これ。ああある。これで変わった、はいはい、あの野球の人が着てるやつ、そうそうそうとか、これ見たことある。これキャプテンサンタって、キャプテンサンタって言うんです。聞いてる人ちょっとググってみてください。みんな絶対見たことある、うん、見たことありますね。スタジャンとかありますもん。これ何なんですかね。これなんかのチームなんですかね。いやチームじゃない、このキャプテンサンタっていうこのサンタがいろいろあのなんだっけ、いろいろするんだよ。でも真夏のサンタなのよこれ。これこんなになんかどこの国のあれかもわかんないですけど、こんなに私世代でも知ってる幅の広さってすごいですね、うん、そうだから見たことあるけど気を止まらないじゃん。そうでもない、まあ、でも今ちょっと流行ったんだよ、はい、そう言ってもちょっと流行ったんだけど、はい、その流行る前とかに見つけられたの、うん、これだって、うんはい、俺だってこれを着るんだって、うん、これだと、あれがねガラッと俺のね服を変えたの。キャプテンサンタ、キャプテンサンタが一回着てみたらみたいなところ、うん、ダサいけどこれ俺も悪くねえなみたいな、うん、
いいなと。派手なものが好きなんですか。まあでも京都が全然派手じゃないです。確かに、うん、確かに。でいろいろあってバボちゃんとかそういうキャラクターものとかをどんどん着出していったの、はいはい、だから90年代とか、はい、あの8年代とかのとかのやつを全部買い漁ってて、はいはい、トレーナーとか。それでその後に出会ったのがダサニット、ダサニット、あ、要は俗に言うアグリーセーターっていう、はいはい、でアグリーセーター最初はほらそれこそ H&M とかでもう、もう2年ぐらい前から売り出されてるんだけど、はい、おばあちゃんとかがクリスマスにアメリカとかで、はいはい、配るダサいニット、うん、編んでくれそうな、そう編んでくれそうな、はい、それを何年か前にそのハリウッドセレブとかがアメリカで来たの逆に、うん、それで流行って日本にもちょっとずつ来て、はいはい、まあ、ある程度そのアグリセーターっていうジャンルはもう確立されてるんだけど、はいはい、ちょっとだけ聞いたことあります、うん、でそこをずっとそういうの変なダサいのをやってたんだけど、はい、途中からガチで作ってるものとかあるの。あ、本気でおしゃれと思って作ってるアグリセーター。そう、例えば、はいはい、コレクションでいうと例えばゴルフ系とか、はいはい、変なね、ゴルフしてるんだよ、ニットで、編み込みのニットで。例えばこんな感じ、はいはい、ちょっと見れない スマホについてるステッカーもちょっと気になりますね脳的。あ、古着屋さんに売ってそうなやつ。古着屋さんに売ってて、はいはい、70年代とかの、はいはい、逆にってやつですね。そうで、これの日本だけじゃなくても、うん、いろいろあるの世界各国、はいはい、でやっていくとどんどん見えてくるのが、はい、オーストラリアとか書いてあって、うん、でここのところにコアラがスキーしてるみたいな、そのコアラが着てる、はい、ニットにはカンガルーがスキーしてるみたいな。カオスですね。カオス。でも要は俗に言う空港ニットと言われてる、まあ俺が呼んでんだけど、その空港に売ってるニット、うんうん、ほら空港にさ、お土産屋さんとかでさ、ちょっと高いの、でも、はいはいはい、それでも高いの、謎に高い、高いやつ、誰が買うんだって、はいはいはい、あれとかが高いから買う。でも物はすごくいいんだよ、はいはい。でそういうのが回り回っていろんなところに回って出てきて、はいはい、でこれをというのが最近のファッション遍歴で。なるほど。そっからもういろいろもう何でもありだよね。そしたら、うん、もう空港にと行っちゃったらもう何でもあり、もう何でもありじゃん、はい、でこういうずっと俺この数珠とかのでかいネックレスをつけてたの、はいはいはい、似合いそう。で中国とかから買ってるのをつけてて、はいはい、でバカみたいなネックレスだなっていつも本当にバカみたいなネックレスだなと思いつつ、はい、いつもかっこいいなとは思っててつけてたんだけど、はい、ある日、はい、これは何かっていうと、この USB ネックレスの話長くなっちゃったけど、何かというと、これはね5個 USB がくっついてるネックレスなんですね。ネックレス、後でじゃあツイッターにまたあげます。ありがとうございます。そうですね。でこの USB ネックレスはね、もともと広告の案件なんです。ほう。でツイッター一発ネタで、うん、バズらせようっていう企画があって、はいはい、で、それ要は仕事の人材の会社なの、はい、クライアントが。でお仕事のもんでいろいろできないかなとか、例えば付箋でピアスを付箋にしてみるとか、あ、っていうふうなのをいろいろ考えてたの、はいはいはい、でどんどん試作品とか作ってったの、はいはいはい、でこれとかでなんかガチのさ、すごいさ、なんかだと分かんないけど外国人モデルとかにやったらなんか、はいはい、バカっぽくて面白いじゃん、はいはい、オフィスで、はいはいはい、なんかあった時にこれ使うとかさみたいな。どうやったら USB をまずネックレスにつけるっていうアイデアになるんですか。あ、要はファッショングッズを作りたかったの。あ、そのオフィスにあるもので。あ、なるほど。あ、うん、仕事場でいろんな服を着ちゃダメっていう制約があるから、そうそうそう、逆にオフィスにあるもので変な服を作っちゃったら、変なものを作ったら面白いんじゃないかって、オフィスグッズですって言えるよっていう、はい、あ、なるほど。でいろんなものをみんなで考えたの、はいはい、そのチームがあって、はいはい、そのみんなで、ね、本当にいろんなものを考えて、はいはい、作ってた時にこれだと思ったの。 USB だ、できたの。 USB だっていうのができたの、はい、でもこれってちょっと情報漏洩っぽいからダメですよねって言われてすごい、まあ、そこ真面目なんですよ。それは却下になっちゃったのクライアント。でまあいいやって、はいはい、使おうと思って、うん、そっからあ、だから広告の使ってて最終的にボツになっちゃったから使ってる。そう、でそれを、うん、じゃあこれを誰が誰のものにするって話だったのに、うんうんうん、ほら俺が一番、まあそりゃそうですよね、うん、別に誰も欲しくねえし、そもそも。ちなみに中にデータは入ってるんですか。1個だけ入ってるの。あ、1個だけ、うん、ちなみにそのデータは何のデータ。会社概要。会社概要。会社概要、うん、営業ツールになると。そのまま渡せるってことですね。渡したらまたなくなっちゃうから、はい、またつけられるどれだと思いますか、うん、っていうところから会話が始まる。あと落としてもさ、会社概要入ってるかもしかしたら見つかるかもしれないし、ね、あ、確かに、うん、
ちなみに今上がスーパードライで下がバドワイザーですけど、うん、基本的に企業ロゴで成り立ってるじゃないですか、うん、そう、そっからスポンサードというかで、そっからどうなったかっていうと、はい、あれになったの、見たのが佐川、はいはい、タンポポハウスっていう、うん、もう何でも売るところがあるんですよ、うん、タンポポハウス、そう、ね千葉とかが本社かな、会社ですか、うん、会社っていうか、そのそういう古着チェーンで、なんかね、例えば文化祭の T シャツとかも誰かが売っちゃったりとか、はいはい、何でもあるのがあるんだけど、その時に佐川のシャツがあったのダメじゃないですか、古着で価値で売っちゃった、売っちゃったの、誰かが売ったので、それがなんか200円とかで売ってで、後ろに名前とか書いてあってマジかよとか思ってこんなことあんのかと思って来たの、はい、したら、これだと思って俺これだと思っちゃったんすねで、俺広告屋だから、はい、やっぱほら広告を身につけようと思って背負おうとで今日はでこれ A&W あんじゃん、うん、でこれは要はルートビアなわけよ、うん、はいはい、であなるほどねビールコーデだけどちょっとルートビアで外ビールコーデって話、うん、ルートビアで外してる、うん、なるほどルートビアが外しだって外しなのメインはアサヒとワドワイザーだけどあえてそう毎回そのいろんな企業でテーマ決めてるんですか例えばドリンクコーデがドリンクコーデ時計コカコーラですから確かに今日ドリンクコーラドリンクコーデドリンクとかあるし例えばアメリカの会社もあるし、はいはい、あじゃあ今日はアメリカ縛りでこうとか、っていうのもあるし IT だけで縛ったりとか企業ロゴばっかりなんですか、うん、を最近はずっと集めてるへえ。そのきっかけはあるんですか企業ロゴ広告屋だからあれあの佐川あれはガチだったんだけどガチなやつだったらなかなか手に入らないから、はいはい、もう手に入ったらもちろん買いますよそれ見つけたら、はい、あのお土産に買っときますで前俺佐川のジャンパー着て、はい、で家の一軒家なんですけど、まあ、家の前でタバコ吸ったんですよ、はい、そしたら佐川の人が来てあもう来ちゃいましたって違えられるもうバグっちゃってるバグっちゃってるっていう面白いでも高橋さんその時サングラスかけてたんですか確かにその時はかけてなかったんじゃないかなさすがにそれバグりますねサングラスかけてたらちょっと怪しいなって思いますけど、うん、すごいあの割と 失礼な質問するんですけど、はい、こう社会人的なこういわゆる固い感覚で言うと、はい営業でこの感じのスタイルで来たら結構びっくりする人多いと思うんですけど一番最初の新規の仕事とかってどうやって生まれてるんですかもう、はい、なんていうんだろうその、まあ、ちょっと真面目にさっき営業やったみたいな話だったんだけど、はいはい、その俺すごいサボり癖がある、のねもう、はいはい、遊んでたいのよあのスペースカウボーイ撮ってみたりとか、うん、映画見てたりとかさ、はい、本読んでたりとかさ、はい楽しいことしてたいと楽しいことしてるのがなんていうの実は仕事にも、はいはい、つながってくるんじゃないかと俺は思ってるのね、はいはい、まあ思ってるからサボる言い訳でそういうふうになって言ってるけど、はい、まあそうじゃん、はいはい、だから願わくば願わくばだからそんななんていうの必死に何件取るとかじゃなくて、はいはい、緩やかにまあそんなになんで疲れない程度に使えない程度で頑張って頑張ってそんなからそんなになんて、はいはい、もう俺はもうクリエイティブ世界変えるんだとか、はいはい、そういうのもないし上場するんだとかいうのもないの、はいはい、まあ毎日楽しくなんていうの自分の周りの家族や友達やさハッピーがあってそういうのがまあ楽しくでクライアントもぐらいの、はいはい、なんていうのそこぐらいしかないからでもそれこそちょっとあのラジオで名前出してみてわかんないですけど、うん、天賀さんとか結構大きい会社さんともやられてますよねお仕事あ天賀じゃなくてあれはね、DMM あ、DMM ごめんなさいそう天賀はあれでした、長谷川さんでしたコピーでした一番やりたい会社の一つですねぽいなと思ってるんですケンタッキーとか任天堂とかそうですよね、うん、大きいところやられてますよねおかげさまでナショナルクライアントとかねえでも何でもやるの、そのそういうことじゃなくて、はい、別にちっちゃい会社でも関係なくて、はいはい、簡単に言うと会う人としかやらないのあバイブスがそう以外は、だからさっきの質問で言うと、ほらファッションも別にいいんだもん、これで、うんうん、あダメって言ってくる人とはもともと仕事をせんと、うん、例えばじゃあ俺だってその何じゃデザイナーだろうなんだろう、はいはい、別に体中住み合ってたって別にいいのよ、うん、確かにほら、それがダメな人はダメじゃん確かに、う
だからそこ無理しても平和なハッピーないですもんね、お互いね。だからそういうところしかと会う人とだけを付き合うというか、うん、なるほど。で向こうも OK だった場合はほら買ってくれるじゃん、うん、逆になんかこういう佇まいでいらっしゃると結構ぶっ飛んだ企画とか出てくるんじゃないかなみたいな、逆に楽しみになったりしますもんね。とかもう全部ほら、はいはい、ずっと営業やってて、いろいろ、はいはい、いろんな営業したの本当に、うん、あの本当いろいろいろんな手法を使ったの。テレワポか、うん、テレワポからとか、その営業でも面白い、はい、例えばあのよくさ、これ立って待ってるやついるじゃん、はいはいはい、あの会議とかで、はいはい、あのバトバト、はいはい、なんかあのバカバカしいじゃん、はいはい、であれやるんだったら、どうせあれやるんだったらあのほらあそなんか窓とか拭いて待つとか面白いじゃん、うん、とかそしたらどういう風になるかなとか、待ってる間ね、うん、とか名刺もどうせ下に出すんだったら4枚渡した方がさ、10日交換ですよって言った方が面白いし、はいはい、で極端にしてたのどんどん、うん、でどうせ嘘だからあれって、はいはい、あのなんて言うんだろう、様式日みたいなもん、ね、様式日じゃん、うん、でも別にいい様式日じゃないから、はいはい、だったらもう様式日は逆にハックしようと、もうハックして皮肉にするのも嫌だけど、まあ面白く受けるやつ、そう面白かしくどうせやるならやろうっていう風になってったんだよね、どんどん。それって例えばなんかこういう服を、花柄の服を着て周りにどう見られるかとか、ちょっと飛んだことをやってこう逆に受けなかったらとか引かれたらみたいなことって、うん、怖いと思ったことってないんですか、人生で。結局、はい、なんだよ、所詮さっきも言ったようにサボっててどう遊んでたいかっていう遊び人だから、はいはい、が格好をつけても仕方ないというのが、あの怖いも何もだってできないんだから、うん、そこをなんていうんですか、無理しちゃうと、はいはい、うん、っていう、ごめんなさい、もう一回掘り返しちゃうんですけど、うん、なんか私が勝手に思ってる高山さんの面白さって、うん、このぶっ飛んでる感じと、でもそれこそ、まあ、規模じゃないですけど、それこそ大きい会社さんとか、まあ、面白いことやってる会社が、うん、こう信頼してくれる、そこのギャップとか、このすごい飛んでるんだけど絶対人傷つけること言わないとか、うんうんうん、なんかこうそこのギャップがなんかすごい不思議だなと思っていて、変なこと言えばいいと思っている、変、本当に変な人もいたりするじゃないですか、うん、でもそうじゃないのがすごい不思議で、例えば、はいはい、それで受け入れてもらうって、はい、ほら俺飲み屋に毎日行くっていう、うん、はいはい、でさ、行儀悪くてみな、うん、誰も友達もできないしさ、確かに、あの特に気をつけないとダメじゃん、はいはい、あのだからなんて言うんだろう、それはそうだけどさ、そこの経験があったのかもしれない、ただその行儀も、はい、なんていうの、面白くやるというか、あの行儀惜しくし、はいはい、行儀惜しくしないときに行儀惜しくしたりとか、あ、なるほど、うん、でもとにかく友達とかさ、はい、気の合う人と遊んでるのとかさ、仕事してるのは楽しいわけじゃん、はいはい、うん、そういう人をなんて言うんだろう、飲み友になりそうな人と仕事する、そう見つけるって、で遊べる人とはで関係ないんだよ、なるほど、で仕事は仕事でお互いさ、別にお金もらってるけどさ、こっちも、はい、ほらそれ仕事を提供したわけですからね、あのそれなりのアウトプットね、もうちゃんと自信持ってるもんだし、はい、それが足りないダメな時もあるじゃん、はいはい、あのダメダメだけど、はい、ほらこの前の時はこう良かったとかさ、はいはい、ずっとダメじゃダメよ、はいはい、けどほら多少あるじゃん、そういうムラつき、はい、ムラが、うん、だからそれをなんて言うんだろう、特に気まずくならないようにも、そこで気まずくなったら余計ダメになるからね、はいはい、だから飲む状況とかってすごく重要で、なるほど、結構飲みに行くイメージありますもんね、いや行くよ、この後も行くよ、絶対、あ、そうだってそれで呼ばれたんじゃないの、あ、あ、あ本当に、はい、そうなんですよ、だからすごくね、はいはい、ずっと飲んでるとマナーが悪い人とか、はいはい、あの例えば女性口説いてる人とかもいるんだけど、はいはい、絶対にすごいモテるなっていう人もいれば、はいはい、何お前やってんだみたいな、うん、こっち来いみたいな人もいればいればってあのっていうのをもうすごい先生からあの反面教師からいろんなところを見て、はいはい、でいい店って本当にねもうみんないいよ、その誰も傷つけようなんてないあるわけがないじゃん、飲み屋さんです、うん、へ、友達って意外と、まあ、女の子だと行かないんで分かんないんですよね、だからねちゃんとそういうところが一個あると、うん、
で自分の気の合う人だよ、はいはい、でマスターが良ければマスターがそうだと周りも大体そうだからはにあのその店主とかその要は社長に、はいはい、あるけどすごくいい店とかたくさん、うん、渋谷にもあるよ。ちなみに、うん、師匠みたいな人っているんですか高山さんに。人生の師匠みたいな。もちろん、牧野さんみたいな。もちろん岡村さんや、はい、クルーズの小渕さんだったり、はい、ファンコミュニケーションの柳田社長だったり、はい、あとその不良たちの星、はい、亀山会長だったりとか、はい、もうたくさんいるよ、うん、たくさんいるけど、うん、なんていうのだけではなく、うん、なんていうんだろう、コンビニの店員とかでもそうなの。もうこうやって俺例えばいつも行ってコンビニ、はいはい、いつも行ってるとさ、今日は2箱ですかみたいな、はいはい、ああ2箱でみたいな、ずっとタバコが出てくるとかあるんだけど、はいはい、自分の例えばそこから始まり、はいはい、なんて言うんだろう、ああなるほどと、ああ覚えられてると嬉しいなとかさ、簡単な気づきがあるじゃん、例えば確かにとか、もっと言うと例えばおにぎりとか見てて、はい、なんか新しいおにぎりあるじゃん、例えばチキン南蛮おにぎりとかさ、はい、もう何でもありだなと、おにぎりと、はい、その中でさ、すき焼きおにぎりとかが出てきて130円とか言うけどさ、はい、そうすき焼きってどんどんその吉野家ですき焼きとかを出して以降さ、うん、牛鍋御膳を出して以降さ、はい、すき焼きっていうのがすごく一気に下に降りてきたなとか、あ確かに、うん、簡単に食べられる、より簡単に食べられるものになってるから、ファストフード化してますよね、うん、でも高いのもあるし、はい、俺はそれでいいと思うんだけど、あ、おにぎりにも進食してきたんだな、すき焼きとか、そういうのになんか思いをはせたいの、ずっと。確かに企画する人って、うん、そういうも何でもかんでも自分ごと化するタイプの人多いですよね、うん、ずっとそういうこと、ガリガリ君はって、うん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 、どういう、例えば今のフレーバーは大人の、はいはい、とか、リッチとか、はい、大人のとリッチって何が違うんだとか、ずっとホームページ見て調べるとか、例えばルノアール1個取ってもルノアールってみんな1個だと思ってるじゃん、はい、でも細分化していくと5個あるんだけどとか、え、どういうことですか？例えばじゃあ普通の銀座ルノアールってあるじゃん、はいはいはい、銀座ルノアールって一見なんて言うんだろう、1個しかないと、銀座ルノアールっていう業態しかないと思うんだけど、はいはい、あれって実は大正コンセプトと昭和コンセプトっていうのがあるの。内装の話ですか？そうです、あとメニューも違うし、違う、では昭和モダン大正ロマンってのがあるんだけど、うんはいはい、あと BGM も違くて、うん、例えば大正ロマンだとクラシックだったりするのね、うん、で昭和モダンだったら実はジャズだったりとか、それご自身で掘り下げるんですか？そうだ、要は見に行ってると、はいはい、あれってなんでここメニュー違うなってあるじゃん、はいはい、型があるぞ、あれって違和感、なんでだなんでだとか思って、いつものと違うじゃんつって、はいはい、要は通うとそういうことじゃん、はいはい、で見えてくるでしょ、だからあれって、こっちは、あ、そっか、あ、違うんだってホームページ見て分かって、看板も同じ、ルノワール、そうか、ルノワール、へぇ、で、もう一個あるのが、はい、そのルノワールの中にも昔、ルノワールって元々そのせんべい屋が独立して作った業態なんだけど、で、初期にあったところが恵比寿の1号店とか、まあ、恵比寿店とかそうなんだけど、はい、大塚とかにあるんだけど、はいはいはい、ルノワールから独立しちゃったの、うん、ドレンワ系的な、そう、なんか分かんないけど、はい、俺はもう残党系って呼んでんだけど、はい残党系で独立しちゃったのね、はい、だからほら、あ、ある意味ここはもっと違うんだよと、はいはい、そういうのが分かってきたりとか、あ、それ独立したんだけどそれぞれルノワールを名乗ってるんですか？そうで全部看板も一緒でしょ、でもメニューは全く違うし、内容が全然違う、インスパイアみたいなことではない、だって最初の方だから、だからこれはラーメン屋でいうとラーメンショップってよくあるじゃん、はいはい、うまいうまいとか、はい、それとかもっとなんだろう、まあ、大正軒とかラーメン二郎とかでもそうなんだけど、はいはい、途中最初の漱石ってもういろいろのれん分けとかいろいろあって、はい、わけわかんなくなっちゃう場合があるのね、はいはい、それなの、もうのれん分けしすぎてわけわかんなくなってる、うんうん、例えば今だと牛丼太郎ってもともとあったチェーン店があるんだけどどんどん潰れちゃって、はい、本体解体して、はい、で明潟に1店舗だけ、はい、牛丼太郎の牛が消されて、はい、ドン太郎っていう店があるんで、でも同じようなのがやってて、はい、でもそこは昔牛丼太郎やってた人たちがやってるんだけど、要はそういう残党系、うん、じゃあ残党系って何かって次は残党系を調べていったりとか、いろんなジャンルの残党、それなんか全てを占めてる本社があってフランチャイズとかでもないんですか？それぞれが各々で同じ看板を掲げて自由にやってるってこと、うん、そう、面白い、でも
分かんないの。あ、でも、うん、それが3店舗と東京に俺は知ってるだけであるんだけど、はいはい、あのそのルノアールに関して言うと、残党系が、ただその残党が分かるとさ、ルノアールの残党が分かると違う残党系も調べようとか思うんだよ、はいはいはい、なるほど、とかでどんどんなんていうの、そういうことを研究してたいの。時間足らなくない？だから足りないから早く売って遊んでなきゃいけないの。だから昔からすぐに売って、売ったらもう次は売らないの。ある程度もう売って、まあこれだけあればいいやって言ったら、もう残りはもうちょ行ってきますとか言って、あともう生きるということを楽しむ、楽しむ研究に時間を当てる、研究とかも遊ぶことによって、そういうのをずっと、うん、プロの趣味人みたいな感じですよね。すごいですね。だからいろいろそういうのが好きなんですよ、もう何でも。だからいろんなものに興味持って、でも本業も絶対適当じゃないじゃないですか。面白い企画やったりとか、あ、そうそう、もちろんもちろん、するのも不思議で。それこそじゃあベーシックインカム制度になったらもう仕事しないとかもあるんですか？ベース、わかんないけどさ、あのこのコロナの時に思ったのが、はい、まあ、とにかくさ言い訳立つじゃん、はいはい、だから別に休んでもいいじゃん、うん、ダメですけどね、まあ、はいはい、まあ、俺はもう言い訳立つからいいやと思ってた、はいはい、でダメなのもちろんそうなんだけど、そう、もう無理だよっていう時にしんどかったですもんね、広告業。あのつまんなかったよね、でもやることなくて、そうですよね、だから引退は多分できないなとは思った、はいはい、だから何かやってたい。でもそれは飲み屋でもいいし、はい、広告屋でもいいし、はい、あのこうやって話す仕事でもいいし、はい、何でもいいの、はいはい、やりたいことをやってたいというか、はい、で映画を撮ったと。そう、映画を撮って、はあ、やっぱ格好映画監督みたいですもんね。僕ずっとツイッターで見てましたけど、確かに。でもやっぱ憧れますよね、はい、夢ですか？もちろん映画撮るのは、絶対といつかは撮りたいですよ。でもまあ俺たち、まあ、スペースカウボーイもあれは俺たちの中で映画だから。スペースカウボーイ、うん、結構の人しか毎日楽しみにしてましたもんね。そう、だから俺はあれ、みんな誰もツイッターやってて、あれやることにファンも、フォロワーはどんどん、減っていくの。減っていくの。スペースカウボーイ、スペースカウボーイはどんどん減っていくんだけど、うん、でもすごく、なんて言うんだろう、別に何にもなんないんだよけど、うん、なんていうの、壮大な身内ネタやってるから、アーティスト系なんですよね。でもそこでやっぱいつも飲んで見てる、はい、飲み行ってるとこって、 俺が行ってるところとか、例えば、はい、なんでこれ人を出すのはあれなんだけど、まあまあイケてる人たちがいるわけよ、はい、同じような感覚で、はい、バカで、別にそのサラリーマンから映画監督まで、はいはい、もう何でもいいの、はい、で人生を楽しんでる人たちが、そう、楽しんでる人たちがいるようなところの人たちからやっぱ賞賛を受けるっていうのは、はい、俺はいいものを作れたんだっていうのは思えたというか、で俺たちその2人監督で作ってるんだけど、はいはい、その2人 でスペースカーボーイみたいなのをまたちょっと客に売ろうっつって、はいはい、で監督はね、紐なのよ、うん、紐っていうか何もしてないの今、はいはい、でニートだね、紐、小遣いもらった時は紐ではない、ニートなんだけど、でたまには働いてるの、たまに、はいはい、でその中でスペースカーボーイみたいなメソッドで今クライアントに提案したらさ、売れてさ、売れるんだ。安いよ、もうこれももう超やりたかったから、だからもう超安く売ってるけど、はいはい、でもほら、はい、そういうことじゃん、売れたことが嬉しいですよね、みたいなのをなんてちっちゃく回していくというか、なんていうんだろう、まずほら俺もそれなりになんていうの、人様のお役には立ちたいから、はい、でできてね、なんていうの、その世界を変えるようななんか力も持ってないし、あれないけど、まずはなんて言うんだろう、本当に近く身の回りの本当の本物のクリエイターとか、はい、中野なんて本当にたくさんいるからね、世に出てない、世に出てないだけで、めっちゃいいメッセージですね。もうなんか最後ずっと聞いてたいんですけど、もう最後の方なんで、視聴者の方にですね、なんかこう最後メッセージを高山さんからいただきたいなと思っていて、その今の話の下りすごい僕感動したので、ありがとうございます。まあ、とにかくなんかそのさっきのファッションの下りでもないんですけど、はい、本当に誰に見られたいかっていうか、はい、誰に評価されたいかだけだから、うん、あと自分だから、そんなに気にすることはないような気がするんですよね。だって関係なくないっていうのが、うん、僕は思うんですよ、はいはい、っていうのと、あとなんだろう、結構ゆるくやるためにはね、あ、それ知りたい、ゆるくする努力をし、だからこの後仕事するんでしょ、はい、するんでしょ、はい、飲むことからだよ今、は
まず本当にまず緩めて今から飲みに行くこと、うん、まず緩めてぐらい、たまにはそういうのがあっても、うん、ずっとやれとは言わないから、うん、全然全然豊かになる。なるほど、うん、っていうことを緩んでみます。めっちゃその緩みの話聞きたかったっすね。緩みの達人です。緩みの達人。とにかく僕はラジオ今日初めてだから本当に嬉しくて、うん、あの呼んでください。いやめっちゃうまいっすよ、うん、ありがとうございます。はい、またぜひ。はい、はい、ぜひ。ありがとうございました。はい、今日はゲストに送りバント社長の、ね、はい、高山さんに来ていただきまして、だいぶ濃い話をいただきましてですね、とてもありがたいなと思っておりますので。ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、また機会がありましたらぜひ遊びに来ていただきたいと思います。はい、明日来ます。はい、毎日来ます。それではまた来月、はい、モンスターモンスターでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。